旭日旗に対して抗議を続けている韓国人教授が、今度は iPhone の Apple にイチャモンをつけている。韓国の反日教授ソギョンドクー氏は、Apple の広告映像に旭日旗を連想させる商品が使用されているとしてアジア諸国に謝罪せよという内容の抗議メールを送信したと6日、明らかにした。ソ教授が問題視しているのは、Apple が今年3月、iPhone 12の耐久性を広報するために公開した広告映像 iPhone 12、クックだ。映像に登場する男性が料理中、手にした鍋の柄が旭日旗を連想させるという。この点を問題視したソ教授は、Apple 本社に抗議のメールを送信。真のグローバル企業ならば、ビジネス該当国の国民的情緒を正しく認知するべきだとし、これは、ビジネスの基本と指摘した。一方、旭日旗をめぐっては、東京オリンピックの開会式に関しても韓国メディアが選手移動中の動きが旭日旗に見えたなどと報じていた。